大阪市立市岡小学校は、大阪府大阪市港区にある公立小学校。現在の港区にあたる地域では、明治時代初期の学生に伴い、当時の西成郡市岡神殿に百8 7 5年、市岡小学校が設置された。この時に設置された市岡小学校は、現在の港区弁天五丁目、弁天不当付近にあったが、太平洋戦争の戦災の影響で、 1946年、磯地小学校に統合され、廃校となっている。現在の一岡小学校の前身となるのは、1915年に設置された大阪市一岡第二人情小学校である。地域の人口の増加に伴い、一岡地域で2番目の小学校として、一岡人情小学校より分離する形で開設した。さらに、大正時代から、 昭和時代初期にかけて、現在の港区は工業地帯となり、それに伴って地域人口が急増し、区内に次々と小学校が増設されていった。1930年には市岡第二校の校区を分割する形で、南市岡神城高等小学校が開校している。1941年には国民学校令が施行され、 大阪市本市岡国民学校と称した。大阪市では、国民学校への改変の際、従来、地域名学校設置順の番号で名付けられていた、学校について、番号での公名をやめ地名などを取り入れた公名へと、解消する方針を合わせて出されたこともあり、本市岡の公名が採用されている。太平洋戦争の戦局悪化により、百四十四年、 以降大阪市を含む大都市の国民学校児童について学童疎開を実施する方針が出された。縁護に頼らない児童は学校単位での集団疎開に参加することになった。大阪市では集団疎開先の府県は各行政区ごとに指定され、港区の国民学校には香川県が疎開先として割り当てられた。 本市加工では、香川県香川郡港西町への疎開を実施している。1945年3月13日から翌3月14日、未明にかけての第一次大阪大空襲では校舎を反殖する被害を受けた。また校区も甚大な被害を受けている。港区では戦災により壊滅的な被害を受け、終戦直後の地域人口は、戦前比の96%減となった。 国民学校の児童も激減し、戦前は20校あった国民学校について、終戦後の1946年4月には、大半の学校を休校とし、本一岡、磯地、三崎の三校へ統合している。本一岡国民学校は残った三校のうちの一校となり、近隣の南一岡国民学校を統合した。1947年には、学生改革により、 大阪市立本一岡小学校と称した。さらに一年後の1948年には、現在の公明、大阪市立一岡小学校に改称している。戦災からの地域復興により、1958年には、大阪市立南一岡小学校が、元の敷地で再開している。ありがとうございます。